ドンファンの進化系っぽいポケモンが発表されたということで、ポケモン配信たちが最も気になるのは、新ポケモンのタイプでも特性でもなく、奇跡ドンファンがどれぐらい硬いのかということです。というわけで早速ダメージ計算やっていきましょう。まずは攻撃特化ギャラドスの滝登り。奇跡ドンファンなら HP に振るだけでなんと、体力を半分残せる計算となります。これは竜の舞を1回、場合によっては2回積んだギャラドスの攻撃も耐えることを意味しており、威嚇が入っていなければ雷の牙でギャラドスを一撃で倒すことも可能です。問題児ミミッキュの命の玉持ち剣の舞じゃれつくであっても、防御特化した奇跡ドンファンなら2発は確定で耐える計算。剣の舞に合わせて出せば、無振り自身2発で押し勝てる見込みです。特防に関してもスターミーのハイドロポンプを食らう場合、HP に振っているだけで確定で耐えることができます。天候が砂嵐であれば地震からの氷の粒手で突破できてしまうのが怖いところ。さらにはウオノラゴンの特化エラ神ですら防御特化した奇跡ドンファンなら最大乱数を引いても耐え、ガムシャラから氷の粒手で倒せてしまいます。そもそも特性が頑丈なので一撃でやられることがないのに加え、回復技こそ眠るしかないものの、カウンター、ガムシャラ、ステルスロック、吠える、叩き落とすなどの優秀な技を持っているほか、高速スピンに地割れ、丸くなるから転がるの奇策まで対応できてしまうため、頼むから新ポケモン、ゴマゾウからの分岐進化か、ドンファンに限りなく近いけど無関係の人であってくれと祈っておいた方がいいかもしれません。